預言者、ムハンマドの隣住。右に立つベールの人物がアーイシャか、アーイシャビンとアブーバクルは、イスラーム教の階層ムハンマドイブガブドゥル、ラーフの3番目の妻で、初代政党カリフのアブーバクルはイコールスイッティークの娘。スンナ派では預言者、ムハンマド最愛の妻とされる。アブーバクルとウンムルマーンの間に生まれる。預言者ムハンマドとは5代前の祖父でつながる。 親戚であった。姉のアスマーと共に、イスラーム初期に帰した経験なムスリまで、預言者ムハンマドは、彼女が生まれて間もない頃から親しくしていた。ムスリムがマディーナに、イスラーム共同体を建設した後、ヒジュラ以前にすでにメッカでムハンマドは、最初の妻、ハディージャを失っていた。友人でもあったアブーバクルから再婚を勧められ、623年にムハンマドは、カフ。 サウダと共に、彼の娘アイシャと婚姻を結んだ。ハディースの伝えるところによれば、アイシャは6歳で、当時53歳だったムハンマドと婚約して9歳で、結婚式を挙げ、彼が没するまでの9年間を共に生活したと伝えられる。これはしばしば論争の的になるが、これに対して、前近代の人類社会では、有力家系の子女が10歳前後で結婚することは、 ありふれており、このこと自体は、歴史的事実として確認されている、という反論がある。歴史上の人物には、時折このような例が見られるため、ムハンマドだけを攻撃する理由が不明である。類例の場合は、結婚が成立しても、おおよそ所長後の適例になるまで成功は、行わないのが通例であった。インドのイスラーム学者マウラナムハンマドアリーはアーアイ者が、 ムハンマドと諸屋を迎えた年齢は15歳であったと主張している。ムハンマドはアーイ社以外にも運ナ以外の有力者との婚姻を繰り返したために最終的な妻の数は10人を超えたが、妻のほとんどは寡婦であり、初婚で結婚時に処女であった妻はアーイ社のみであったという。625年のウフドの戦いの後、ムハンマドの治めるマディーナはメッカの策略によって、 たびたび周辺所属の攻撃を受けるようになっていたが、アーイ社はムハンマドが出陣する際には常に突き従っていた。627年のムスタリク族との戦いから帰る、途中、彼女はムハンマドから送られた首飾りをなくしてしまい、それを探すために一人砂漠の中では、ぐれてしまっていた。そこにちょうど通りかかったイスラム軍の青年兵士、サフアン、イブンアルムアタル。 あるスラミーがアーイシャをラクダに乗せてマディーナまで送り届けたが、これが事件に発展する。マディーナの人々はアーイシャの不義を疑い、ムハンマドに詰め寄った。当時のアラブ人の監修では、砂漠で男と人夜を過ごした妻は離縁。不義密通を犯した妻は、石を投げつけられて殺されるのが普通であったからである。アーイシャは、 ムハンマドの側近アブーバクルの娘でもあったことから、これは大きな政治問題にまで発展したが、最終的にムハンマドが彼女の密通疑惑を否定し、疑ってはならないという典型を受けたと主張したことで、解決した。この時、側近の誰もがムハンマドとアブーバクルに遠慮して、ああ、医者取縁するように言い出せない中で、唯一それを言ったのが、ムハンマドの血縁者でもあり、 後に四代目カリフとなったアリー・イブン・アビー・ターリブであった。アブー・バクルとアリーの間はこの事件を機に冷えてゆくことになる。また、アリーとアーイシャの確執もこのことに起因すると言われる。この事件以来、ムハンマドも女性の定説には敏感になった。女性にベールを着用するように義務付ける典型はクルアーアン学者によればこのすぐ後の時期のものであるとされている。 病に苦しむムハンマドが臨終の直前、アブドゥルラフマーンが持ってきたミスクワに目を止めると、アーイシャは神に死の間際に自分の唾とムハンマドの唾を溶け合わせることの許しを、恋、ミスクワを自分の口に含んで湿らせ、ムハンマドの歯を磨いたという。ムハンマドはそのまま632年6月8日に彼女の部屋で亡くなった。このことから、アーイシャはスンナ派では、 ムハンマド最愛の妻と考えられている。ただしこれらはあくまでスンナ派の伝承であり、シーア派では信じられていない。アイシャはムハンマドに近似したことから彼の原稿をよく記憶し、2210に及ぶハディースや伝承を伝えたとされる。ムハンマドの死後、アイシャは預言者最愛の妻としてスンナ派ムスリムの尊敬を集め、初期のイスラーム社会に強い影響力を持った。 ムハンマドの死後すぐの段階で、アーイ社はムハンマドが自分の死後アリーを後継者とするよう遺言したアリー派の信者たちの訴えを拒絶したとされる。後年には政治にも関与しており、第三代カリフのウスマーン・イブン・アフファーンの政策を批判した。長年敵対的な関係にあったアリー・イブン・アビー・ダーリブがウスマーン暗殺後に第四代カリフとなった時には公然と反抗した。 656年に、彼女も腰に乗って参加したというラクダの戦いにおいて、アリーに敗れると政治から退き、ムハンマドの原稿を人々に伝えて預言者の教えや、ムスリムにふさわしい生活の指針を与えることに努め、マディーナで没した。生涯再婚することはなかった。ア者イシャの名は、ムハンマドの最愛の妻、ハディージャの名と並んでスンナ派のムスリムの女性に好んで、 つけられる名前となっている。ハディースを重んじるスンナ派においては、300を超える、神聖のハディースを伝えたとされるアーアイシャは、尊敬されるべき、女性像の典型と捉えられる。これに対しシーア派は、イマームとして、イスラーム共同体を正しく導くべきアリーを無視して、初代カリフに就任したアブーバクルの娘であり、アリーを激しく憎をし反抗したアーアイシャを嫌って、 彼女が伝えたとされるハディースも信用していない。シーア派の場合、理想の妻、女性像として称用されるのは、アリーの妻で、ムハンマドの娘ファーティマになる。ありがとうございます。